2024年、9月6日、先ほど、野菜を湯がいていたんですけども、まあこれを見てもらったら分かる通り、まあ薪というか、その辺の枝とかを拾ってきて、まあ、火を起こして、まあ、こちらの方に燃え残った炭を一旦置いて、水かけて、鎮火させてという形なんですが、まあこういうふうなものも、もともとまあ、匂いはちょっと出ますけども、秋になったら、もともとまあ、この辺りには畑があって、野焼きとか行われてたりしますんで、まあ、合間見て、まあ、エネルギーの残存量問題等を考えて、まあ、ある程度行うようにしています。で、多分まあ、ボーイスカウトとかガールスカウトっていうのも、こういう火の起こし方とかを勉強するものだとは思うんですけども、まあなかなかこういうふうなことをする人たちはいらっしゃらない。まあガスをできるだけ大事に使おうと、まあ、いうことで、エネルギーの残存量問題対策としてですね、まあこういうふうなことをした時に会えてもいいんじゃないかなと思います。過去様とです。まあこれやっぱり回数増やして、その期間あんまり次会うのが空くと、やっぱり声かけにくかったり、本人だとその認識がしにくくなる部分があるんで、次の会う日を早め早めに設定しておくっていうことの方がいいとは思います。よく思い出しても、結局この間のその9月2日の佳子様だと思われる人物、佳子ちゃんだと思われる人物に関しても、その前はじゃあいつだったのかっていうところで、まあ心の声というか電波というか、その私についてきてくださいって言ってたところまで遡らなかったないと思うんですよ。でこうなってくると、これ多分1年に1回ぐらいなんじゃないですか、接点、それも接点ぐらいで、その話し合いが全然こちらが認識できてなくて、話し合いまで全然至っていないっていう部分で、まあその辺のところ、まあなんとか本当に織姫と彦星のような話、もうこの状態は本当に、きついです。以上です。